い、どうもこんにちは、まみよしです。ということでね、今日は、こちらね、 iPhone XR と iPhone 9、 どっち買えばいいのかっていうね、質問が結構多かったので iPhone XR と iPhone 9の比較をねしていきたいと思います。でついでにこちらの iPhone 11との比較もやっていきます。どれを買えばいいのかっていうのをこの動画を見ればわかると思います。ということでね、このチャンネルではガジェットの紹介だったり iPhone の最新情報、そしてお得な情報を発信してますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで早速やっていきましょう。で左側にね、こちら iPhone 8があるんですけども、 iPhone 9の筐体っていうのは iPhone 8と同じになるので、まあ、ここに表示させてますといった感じになります。まあ、こうやって見るとね、大きさの違いがわかると思います。 iPhone 9はね結構小さい感じになってますね。で iPhone XR と11はサイズはもう全く一緒と言ってもいいと思います。 iPhone XR と11の違い、外観で見るとこのカメラが2つになってるかっていう感じですね。でそしてまずはカラーバリから行きましょうか。カラーバリエーションなんですけども、 iPhone XR はブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、コーラル、プロダクトレッドの6種類、 iPhone 11はパープル、イエロー、グリーン、ブラック、ホワイト、プロダクトレッドの6種類。はい、そしてねこちら iPhone 9なんですけども、 iPhone 9はねスペースグレー、シルバー、そしてこちらゴールドではなくプロダクトレッドの3色、もしくは6色展開になるかもみたいな動画作ったんですけども、概要欄にリンク貼っときますので、カラーが気になる方はぜひそちらで見てみてください。ということで iPhone 9 3色は確定でなってますといった感じになります。ただ青とか、このグリーンとか欲しい方はこの 10R とか11とか、まあ、選ぶのもありなのかなと思います。はい、そして次価格ですね。価格 iPhone XR が 64,800 円、 iPhone 11が 74,800 円で、 iPhone 9なんですけども、こちらね 52,800 円ってなってるんですけども、 iPhone 9は5万円前後と言われています。まあ、高く見積もっても 54,800 円かなと思います。なので iPhone 9、XR、11、 1万円ずつこう高くなっていく感じですね。なので iPhone XR が真ん中の値段なのかなと思います。で値段の並びはねこんな感じで iPhone XR が真ん中になるんですけれども、スペックっていうのは変わってきます。なのでね、そのスペックについてもこの後解説していきます。はい、そして次画面の大きさですね。 iPhone XR と iPhone 11は 6.1 インチに対して iPhone 9は 4.7 インチになってます。ただこの 6.1 インチと 4.7 インチで画面の大きさめっちゃ違うっていう思われる方も結構いると思うんですけども、ちょっと筐体の方を見ていきましょう。はい、こちら、はい、こうやって見ると 6.1 インチっていうのはここの端から端になります。でこの 10R とか11っていうのは表面の端から端まで画面があるので、ここからここは 6.1 インチ、それに対して iPhone 9はここからここまでが 4.7 インチなので、例えばね YouTube とかを見る場合っていうのは16対9の動画なので、ここのね横っていうのが黒帯になってしまいます。なので YouTube とかを見るっていう方は iPhone XR と iPhone 9っていうのはそこまでね大きさの違いはないです。なので、まあ、動画を大画面で見たいから iPhone XR とか iPhone 11にしようっていう方は、まあ、別にそこはあまり変わんないので、まあ、注意してくださいといった感じになります。はい、そして次ボディはガラスとアルミで一緒ですよと。でカメラですね。カメラ iPhone XR はシングルの12メガピクセルのカメラで、 iPhone 11はデュアルの12メガピクセルのカメラになってます。超広角と広角で、それに対して iPhone 9というのはシングルの12メガピクセルのカメラで、ナイトモードを備えたカメラになってます。で、この画質についてなんですけども iPhone XR の外カメ、こちらシングル12メガピクセルってやつは iPhone XS のカメラと一緒になっています。なのでまあ画質はそこそこいいですよと。でそれに対して iPhone 11になった時にアップデートがされました。でこれね12メガピクセルで、まあ、画質変わってないじゃんって思われる方もいると思うんですけども、カメラっていうのはねこの画素数だけじゃなくて普通に最適化とか、まあ、その本体っていうのも変わってきますので、画質は iPhone XR と比べて iPhone 11の方が良くなってます。でそれに対して iPhone 9、 iPhone 9は iPhone 11のこれですね、広角カメラ
と同じものがついています。なので超広角を使わない方っていうのは iPhone 11じゃなくて iPhone 9を選ぶ方がいいですね。でカメラは別に気にしないよっていう方は、まあ、iPhone XR のカメラでも全然いいですよといった感じになります。はい、そして次 True Depth カメラ、これはインカメのことですね。インカメっていうのも結構違ってきますと。ちょっとここで iPhone XS を登場させましょう。はい、 iPhone XR と iPhone 11、 こちら True Depth カメラ、このインカメも7メガピクセルから12メガピクセルになってます。で 4K も撮れるようになってます、 iPhone 11。 でそれに対して XS と XR は 1080p の7メガピクセルのカメラですと。でですね、こちらの iPhone 9はどうなるのかというと、このインカメはね、もしかしたら iPhone XS、まあ、iPhone XR と同じものを搭載するかもしれません。 iPhone SE の時がね、1個前の世代のインカメを搭載していたので、そうなるのかもしれないといった感じになります。ただもしかしたらこちらの12メガピクセル iPhone 11のインカメと同じものが採用されるのかもしれないので、まあ、その辺は実際にね、正式発表されたら動画にしますので、ぜひその時にチェックしてみてください。はい、そして次こちらですね。ここが、かなり変わってきます。 iPhone XR、 iPhone 11は Face ID ということで顔認証になってます。それに対して iPhone 9っていうのは Touch ID になります。なので指紋認証か顔認証どっちがいいかっていう感じですね。でこちらのね、 Face ID と Touch ID っていうの結構一長一短だったりするので、まあ、完全に好みになります。なので指紋認証の方が便利だったっていう方は iPhone XR、 iPhone 11じゃなくて iPhone 9を選ぶのがいいです。ただ指紋じゃなくてやっぱり Face ID でしょっていう方は XR もしくは11を選ぶのがおすすめですと。はい、そして次こちらですね。僕がね、 XR をおすすめしないよって言ってる理由はここにあります。 iPhone XRA12 チップですね。こちらは第2世代のチップになってます。でそれに対して iPhone 11は A13 第3世代のチップになってます。でこちらね、 iPhone 8のやつなんですけども、こちら iPhone 9になるとどうなるかというと、この iPhone 11と同じ A13 チップを搭載します。なので iPhone XR っていうのを今から買うと、まあ、1年前のチップということで、まあ、スペック的にもね、1年分 iPhone 11とか iPhone 9より遅れてますので1年早く使えなくなります。ということで、まあ、iPhone XR は僕はおすすめしないよといった感じですね。で iPhone 11と iPhone XR 価格差が1万円なんですけども、1万円高くするだけで1年長く使えるようになると考えてもらえたら、 iPhone XR と iPhone 11 どっちの方がお得なのかっていうのは、まあ、わかるかなと思います。でそれに対して iPhone 9なんですけども、値段が XR よりも1万円安いにもかかわらず、チップは iPhone 11と同じチップを搭載してます。ということでコスパはかなり最強な端末になってます。それでいて XR より1万円安い、 iPhone 11と比べたら2万円も安くなるので、かなりお買い得な端末になっていますよといった感じでね、今おすすめするんであれば iPhone 9で、どうしても Face ID がいいとか今すぐに欲しいっていう方は iPhone 11をおすすめしていますよといった感じです。で次バッテリー、バッテリーも XR より1時間長いバッテリー駆動時間ということで、バッテリーの持ちも XR より11の方がいいです。で iPhone 9は、まあ、iPhone 11ほどではないんですけども、多分 iPhone XR より最大30分長いバッテリー駆動時間ぐらいになるのかなと思います。まあ、ちょっとこのバッテリー駆動時間はね、そこまで悪いものにはならないかなと思います。ただこの辺はね、ちょっと定かではないので、まあ、これも正式発表を見てまた解説動画出していきたいと思ってます。はい、そして、防水性能っていうのも iPhone XR より iPhone 11の方が高いです。 iPhone 9はちょっと分かんないですね。 1m か 2m どっちかになります。 iPhone XR より負けるっていうことはないですね。で容量なんですけども、 256GB が欲しいっていう方は iPhone 11一択になります。 iPhone XR と iPhone 9は 64GB、128GB になるので、256GB どうしても欲しいっていう方は iPhone 11にしましょう。でディスプレイに関してなんですけども、ディスプレイの綺麗さっていうのもほとんど変わらないですね。で、iPhone XR も iPhone 11も有機 EL ディスプレイじゃないので、この辺も変わらないです。で、まあ重量ですね。重量も iPhone 8と iPhone 9はほとんど一緒になります。筐体もほとんど一緒なので、この通りになってますと。まあ
変わっても誤差程度ですね。なので、まあ、iPhone 11ね、194g という感じで重いので、結構ね、重いです、これ。なので、軽いのがいいっていう方も iPhone 9、148g ということで 50g 変わります。まあ、50g って誤差程度じゃんって思うかもしれないんですけども、これね、iPhone 4分の3の重さになるので、そう考えるとね、結構軽いのがわかるんじゃないかなと思いますと。で、5G に関してなんですけども、5G は XR も iPhone 11も iPhone 9も全部対応しません。ただ、iPhone XR はね、こちら 4G LTE Advanced っていう通信方式なんですけども、iPhone 11になるとギガビット級 LTE になります。で、そして、iPhone 9もギガビット級 LTE になるので、まあ、通信の快適さっていうのは XR よりも iPhone 9、そして iPhone 11の方が高いです。で、そして Wi-Fi 6、最新の Wi-Fi の規格ですね。こちらにも対応しているので、iPhone 9長く使えますよといった感じになってます。で、フェリカ、スイカとか使うやつですね。こちらももちろんどの機種もついてます。で、高速充電ですね。高速充電は XR も11も iPhone 9も全部対応しています。で、ワイヤレス充電もしっかり対応しています。で、SIM カードなんですけども、こちらデュアル SIM っていう書いてあるんですけども、eSIM っていうのはね、日本では使わないので、まあ、シングルスロットの SIM と捉えてもらっていいと思います。なので、どの機種も変わりません。で、コネクターも、Type-C にはならずライトニングになってます。はい、ということでね、iPhone 9と iPhone XR と iPhone 11、実際に比較してみましたけど、いかがでしたでしょうか？これでね、iPhone 9がいかにお得だったのか、そして iPhone XR を買うんであれば、iPhone 11を買った方がいいということが分かったんじゃないかなと思います。他にも分かんないこととかあったら、ぜひコメント欄で書いていただければなと思います。この動画はね、ちょっとコメント返信コーナー多分ないと思うんですけども、いつもね、コメント返信コーナーっていうのを動画の最後につけてますので、そこで紹介します。なのでね、ぜひ他の動画も最後まで見ていただけたらなと思います。ということで、以上 iPhone シリーズどれを買ったらいいのという紹介でした。バイ。